フォールアウト76遊んできます。それでは本日はこのパブリックワールドハッピービルダーモードで角が丸い床、こちらの作成に挑戦してみましょうか。76の建築は今まではフォールアウト4ほどね、自由に建築ができずキャンプを作っても結構四角くなってしまいがちですが、このハッピービルダーモードならば、まあそこそこね、自由が利くため四角い建造物から、まあ多少はね、脱却できる内容になってます。で、行ってみたいのが角が丸いとこ、丸い床作成ですね。フォールアウト4にはね、そういうものがありましたが、あれはモッドであったんですかね。まあ三角形のものあったかな、バニラにもね。で、76でもその丸い床をね、表現できたら、もう建物のいろいろな角をね、丸めることで表現の幅を増やすことができるようになりますよね。じゃあとりあえず始めていきましょうか。さて、パブリックワールドログインしましたが、人はいるかな？多少いますね。いるけれどキャンプがないな。まあもしかしたらね、こういう各場所でキャンプ建築中なのかもしれませんね、現在ね。じゃあまずはホワイトスプリング、ここに結構ね、平らな土地が多いから、こちらの緑の部分でいろいろ作ってみますか。ここら辺結構平らですよね。じゃあここら辺にキャンプを構えてみるか。はい、行きますね。で、どのようにするかですが、今考えてるのが丸いフロアのオブジェクト、これを利用する方法ですかね。まあ、いくつかありますが、わかりやすいのがエンクレーブのメダル、あれかなり丸いですよね。これだ、エンクレーブのメダル。あ、ここに置くと下の部分の草が消えるんだね。へえ。これ以外にもフロアマット、これもそうかな、ラグマット。あ、これだ、これ藁のラグ、それとキャッピのラグ。丸いのはここら辺ですね。他にもフロアマット以外になんかあるかもしれませんけど、テーブルとかあるけど、こういうの使えるかな、どうかな。あ、いけないこともないか。もしかしたらこれ結構いけるかもしれませんね、これ系は。一応作っとこう。丸いテーブルはここら辺かな、とりあえず思いつくのはね。で、これら丸い部分の4分の1、それを角に使うイメージですかね。で、この丸い角を作ったは良いが、壁はどうするんだという話ですが、それは防衛のところにある柱系ですね。これだ。この柱を使うか、あるいはこちらだね。2種類ありますけど、こっちの方がちょっとでかいですね。ここら辺もまあ使わないことはないか。縦方向の半壁とか。で、この柱は結構ね、お互いを埋め込まして、で、自由な配置が可能になるんですよね。こんな感じで、そこまで密集できないかな。まあ、こんな感じですね。ちょっと丸めることができる。だからこれによって丸い壁もそこそこ表現できるんじゃないかなとね、考えてますが、まあ、あとは別にね、この丸い角に必ずしも壁を作る必要はなくて、まあ、この柱を使って、で、支柱を立てるだけにするとか、あるいはこっちの、こういうドアをつけるとかね。まあ、いろいろ方法ありそうですね。じゃあ、というわけで、早速試してみましょうか。で、良いのができたら、この外のキャンプなんで、設計図にしてね、それを一つのパーツとして利用できるかもしれませんね。ただし、設計図周りはちょっとね、不具合とか多いので、せっかく作っても意図通り機能してくないとか、まあエラーで配置できないとかね、そういったことあるかもしれませんが。それとこのハッピービルダーモードでは、やはりね、既存の建造物、それを利用することで、より面白い建築がね、可能になると思いますが、まあ今回はまずは、この丸い床表現、これがね、どれくらいできるのか、試してみましょう。で、この柱ですが、ちょっとね、普通の壁よりも低いんですよね、高さがね。これをどうするかだよね。この柱二つ分にするとか、高さを。ちょっと二つ分にしてみようかな。あれ？ちょっとこの外のキャンプでは、なんかあまり埋め込みができない感じするな。これシェルター内だと、もうちょい埋め込みが効いたような気がしたんですけど。半分。そうだね。一つと半分。この柱二つで、壁一つと半分ぐらいですね、ちょうど。これの埋め込みがうまくいけば。あれ？おかしいな。できないね。スナップオフにしてるんですけど。おー。じゃ、とりあえずこれをイメージに作ってみようかな。まあ、今までだったら、こんな感じでね、角張った角しかできませんが、ここに、エンクレブメダル、それを貼ってみようか。どうなるかだな。これ下部分が見えないから、難しいな。
半径を合わせるイメージ。どうだ？丸くなってるかな？ここから、こっちに移動するイメージか。このエンクレーブメダルだとちょっと、サイズ合わせが難しいかな。こうかな？まあこんな感じか。丸い角。このグリッド通りにする必要はないんだ。このエンクレーブメダルに合わせよう。そうしよう。ってことで4分の1だな。必要なのは。このエンクレブメダルの下側にこの床を潜り込ましたいんですけど、なぜか上に行っちゃいますね。このメダル、なんか妙な当たり判であるな。こんな感じかな。もうちょい大きくできるような角部分ね。これ見る感じだと。そうか、設計図を使うんだ。こういう時こそ。まず床にこれを敷いて、上側から合わせるイメージかな。大体こんなもんか。ここにスナップオンにして、こちらを外す。こんな感じか。これは一回外した方がいいかな。こうかな？一回下を作った後ならば、この上に配置ができますね。エンクレーブのメダル。こういう方法なら挟めるんだ。で、これだと下が見えないんだよね。どうなってるのか。これはどうだ？丸角になってるかな、ちゃんと。なってる感じがしますね。で、これを設計図化してみるといいのかな？図面を作成。さあ、図面ができましたが、果たして配置できるかな？これ。角 A。この状態でスナップとかするんですか？これではスナップしないのかな？これがスナップしないとちょっと空中にぴったりね、はめ込むのは難しそうだが、できましたね。お、これでちょっとした丸角の建物ね、できそうだね。じゃあ次はこの下に柱をね、つけてみましょうか。ぴったりかどうかわかんないな、これ。まあ大体でいいか。お、どうですか？この見た感じ。今んとこ結構丸い角っぽくなってますよね。いや、なんかちょっとシェルターより判定が厳しい気がするな。この外の方が。ああ、これ。ダメだ。やっぱり埋め込みができないから、高さが合わないね。とりあえず土台を下げよう。そうだ、柱二つね、重ねるんであれば、二つにした柱を図面にした方が楽になりますよね。これでどうだ？これで入りますね。丸くうまくいくだろうか。という疑問が拭えませんが。結構ぴったり。来たよ、ほら。ちょっとどうだ？見た目はいまいちかな、こりゃ。とりあえずできましたけど。これをこちらに合わせればね、もうちょい見た目は変わると思うんだけどね。今のところこんな感じですね。2段の積み重ねが、これがいまいちなのかな、見た目がな。しかしこの部分はやはり、もうちょい工夫すればね、なんとかなるかもしれない。で、ここでこうやってね、段差を作るのも結構ありだよね。面白みを出すためには。じゃあさらにこの上に、同じような角を設けてね。で、今度は角部分を別のものにしてみよう。あ、これでいけるか。マウスホイールでね、持ち上げることができますね。しかし、高さはどれくらいが正解なんだ、これ。これくらいか。そう、ちょっと開けた感じに現在なってますけど、これだけでもね、見た目多少上がりますよね。角部分は、あえて開ける。あるいはドアをつける。これは過去作にあったようなドア形式になりますけど。これどうかな？こんな感じで、あそこに入り口を作るイメージ。どうだ？こんな感じで。横側ドアタイプ。さらにもうちょい柱つけようか。こういうドアか、あるいは、斜めドアにするかだな。1階部分はちょっと、斜めドアにしてみるか。あんまりやっぱりこのね、柱の丸み、これを見た目いいとは言えないからね。斜めドアなら、こんな感じかな。手動でやるんであればね。この上側は、ここら辺で埋められるかな。斜めに。お、どうだ？なかなかいいんじゃないの？ほら。結構いいよ。はじめのあの、柱の丸壁よりもね。それっぽい。フォールアウトに出てくる建物っぽいよ、ほら。やった！これだよ、これ。
まあ、あとはこの扉じゃなくても、既存の扉、それでもちょっと試してみたいな。となると、こちらで試すか。じゃあ、とりあえずこれで。これをつけたが、やはり隙間が空いてしまいますよね。あ、これの武器ラック。ほどよいよ。これで隠すのがちょうど良さそうだけど。ぴったりはまらないな。ちょっと壁が斜めになってますからね、ここね。しかし隠せますね。で、ここに武器を飾ってもいいんじゃないの。見た目も上げられる。もしくは文字を貼るか。ここには C がないな。タマちゃんの C が作れない。さあ、ザックバランに文字を貼り付けましたが、あまり見た目良くないか。まあ、いっか。もうちょいサイズを縮めたりできたらいいんだけどね。テーブル。悪かないか。もうちょいないか欲しいな。玄関マット。これ向きはどっちが正解なの？あとは天井にライト当てをつけるか？ここら辺がなんか見た目がいい感じするけどね。あれ、おかしいな。これよく見ると、下のエンクレブメダルが外れちゃってますね。この部分がない。知らない間に外しちゃったか、これ。内部からの見た目はこんな感じですね。まあ悪くないんじゃないかな。明かりがつきましたね。なかなかいい入り口になったんじゃないの？これはね、文字もいい感じだね。こちらの壁は白色にしてますが、これレンガとかにしたらどうだろうね。レンガ、まあレンガが多少合うかな。で、上は合わせて白くした方がいいのかな。もしかやはりガラスかな。よし、じゃあ本日はね、大体こんなとこでしょうか。今回は角の丸い床作成、それを行ってみましたが、まあ、どうでしょうかね。かなり満足いく結果になりましたね。初めに作った柱でね、丸い角、それを覆うパターンは、あれはちょっと見た目がいまいちでしたが、まあ、こんな感じでね、スペースを設けて、で、支柱をちょっと立てる。これがかなりね、見た目が良い感じがしますね。まあ、これならば、既存の建造物に合わせてみても、結構見た目にね、差がつくことは、そこまでないんじゃないかな。まあ、なので次回は、どこか良さげなね、既存の建造物を探して、で、この丸い角を使った建築をね、少々進めてみましょうか。どこか良い場所ありますかね？まあ、それを探すのも楽しみの一つでしょうね。じゃ、というわけで今回はここまでということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。